核変突入速ラッシュ。キラです、よろしくお願いします。キラちゃん、それでは次の曲聴いてください。
君影。このライブのあと22時から年越しライブがあります。アクアからは私宮代ねねしか参加しないんですけど、皆さんぜひ一緒に年越ししましょう。よろしくお願いします。そして1月の2日と3日はアクア新年初めて2021年初めてのライブをビートステーションさんでさせていただきます。たくさんのアイドルさんがいるので、ぜひぜひ遊びに来て明けましておめでとうございますってしましょう。よろしくお願いします。
そしてそしてアクアなんと福袋が出ました。なんとですね、値段以上の中身となっておりますので、よかったらすごいお得な福袋をお買い求めください。オンラインでも今販売を受け付けてるんですけども、残りがあと一袋しかないので、最後の一袋ぜひゲットしちゃってください。よろしくお願いします。それでは以上、私たちアクアでした。ありがとうございました。
改めまして私たちアドプリンスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。
アドプリンスの夢見ななかです。よろしくお願いします。はい、江津好みです。よろしくお願いします。ありがとうございます。ございます。ということで年末、年末、年終わっちゃいますね。2020年、はい、今年いろんなことがありましたね。ですね、1月から始まりまして、はい、アドプリンスとしてこうやって年を越せたのはね、本当にここに来てくださってる皆さんのおかげです。ありがとうございます。ありがとうございます。そしてね、そんな年末年始にね、はい、なんとなんとアドプリンス、はい、スペシャルな物販をすると聞いたんですけれども、31日と2日と3日、この3日間限定でアドプリンスの物販でアドプリンスおみくじが1回2000円で出ます。イエーイ、はい、でも種類がたくさんおみくじなんで、はい、大吉、吉、中吉、小吉、今日末吉、末吉、物販がすごかったな。はい、まあ7個あ6種類あります。6種類、全6種類それぞれね、その出たらまたちょっとね、はい、中身がね、いろいろ文章書いてあるんですよ。はい、あの大吉、なんちゃらかんちゃら、ラッキーアイテム、なんちゃらかんちゃらって書いてあるんで、はい、で、そのおみくじはね、また物販に使えるんですよね、はい、なんておみくじ、その物販にね、急に使えるんだよね。あ、そう、いろいろね。そう、大吉やったら、チェキ券5枚とか、で、今日でも全然悪くない、あの、今日ね、トゥデイじゃなくて、今日、おみくじの今日の方ね、今日でも、ね、ソロデジショー2枚って言って、結構普段はデジショがないので、ソロデジショとかのやつがないので、この機会に、あとね、中吉だっけ、うん、下から3つ目のとこがね、うん、中吉、ボイスメッセージで、初めてボイスメッセージをやるので、そうなんです。なんかいろいろね、はい、言わせたいこと、言わせたい言葉なんかさわやかくて決めてぜひね、そうそう、中吉狙いとかの方がいればぜひぜひ。初めてなんでね、ボイスメッセージが、はい、なんか可愛い声で、はよって言ってとかね、みんなのそういう趣味思考をね、お答えするのバンバンに出していただけたらと思いますね。1回2000円でできますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、そしてあと福袋が、そう、アドプリンスの福袋を出させていただきます。はい、販売が2日と3日のみ、こちらのビートステーションさんの物販の時のみに販売がなります。ぜひ、数量限定になりますので、はい、お早めに。あのね、1万5000円なんですけど、それ以上の、ね、内容となっております。はい、この福袋限定のブロマイドもたくさん入っております。 5枚セットで入ってます。30枚なんだよね、最大ね、本当は。そう、30種類あるんですけど、5枚だけ入ってるので、はい、ポンプしたい人はたくさん買ってください。よろしくお願いします。さあ、そんな感じ、そんな感じ、年末そんな感じ、年末年始、はい、それでは最後まで、はい、クラップとかね、お手振りで盛り上がっていきましょう。恋風。
き瞬間が来るの。プレゼント。ザ・ブードゥ・ランさんにて年越しライブがあります。イエーイ。はい、ぜひね、
年越しの瞬間もアドプリンスと一緒にいてくれたら嬉しいです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、それでは以上私たちアドプリンスでした。ありがとうございました。ありがとうございました。Thank you.
ということで、あの皆さん半日ですけど、なんか神様セカンドやっぱやり残したことないですか？なんか物足りなくない？ちょっとあっ何、そういえばね、最近フンダーってやつ始めたんよね。出会い系サイトのフンダーってやつ、出会い系サイトのフンダー、うん、そう、出会いを求めてフンダーってやつ始めたんやけど、おうおう、うん、そこでね、出会った人がめっちゃすごいバンドマン、ええー、バンドをしてる人、事務所的に大丈夫かな。ちょっと内緒にして、内緒にする、ね、内緒にする、内緒にする、そうやけど、多分え今日は伊藤とかいな、呼びたい、えそのすぐに来るもん。呼びたいな、ちょっと電話しよう。電話、電話する。で電話아모시모시안녕하세요모시모시다르게부스문입니다다시한번하니까그놈의말이가또고생했다아니죠자네가봤다는게다시한번되니나니지나니지아카그라상아모시모시파파아도모도모이사시불됐네아파파이이이파파이이그놈의와오카네이빠아리가또お金、ああいいんですよ、あんなもんはもうね、あのうちはバン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 やってますから、それでねえ、本当にパパですよ、ちょっとね。で今日は何の用ですか？今日空いてる？え、今日？今日今から
うちは年中無休でやってますから全然大丈夫ですよ、そんなもん、はい、いけますいけます、なんで今日用事ですか、撮影ですか、ビートステーションでビートもしもしあ、もし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 あ、かぐらさん、いいいいいい何でしたっけ、今日はあ、ビートステーションでライブに来てほしいんです、もしもしあ、もし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 あ、かぐらさんあ、もしもしいいいい、知ってます、神様でしょ、今日、はい、バンドライブやってるっつって、ね、そうです、神様、かぐらの神様で神何枚だっつってね、あ、これ仏かあ、今から来てください、今から、はい、パパね、もうどこも行っちゃうから今から行っちゃおうかな、じゃあはい、お願いします、ね、もし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 今日、今から来てくれますか、今から行きます、じゃあやったはい、お待ちくださいね、はい、お願いします、あ、そういえばあ、つーつー、あ、出てこんやろこれ大丈夫、出てこん、なんかちょっと長かったし、話読んだもん読んだもん、いや、絶対こん絶対こん絶対来る、ちょっと待っとこう、ちょっと待っとく、ちょっと待っとく、待ちたい、絶対来る、お待たせしました、あ、本当に来たやん、私ですか、本当に来たやん、来た、本当に来た本当に来た、今日ね、メンバー暇っつってね、うん、暇だった、こんばんは、フリーズというバンドで申します、イエーイツイッターなんかで見ていただいた方もいらっしゃると思いますけども、ね、あんなもう、ね、雑コラで申し訳ない、本当にアイドルなのに、僕らもアイドルになろうかなっつってね思ってはないんですけどね話やねんっつってね、今日はバックバンドをやらせていただきますので、せっかくなんか新曲ができたらしいのでぜひ、ね、神様ファンの方は耳をかっぽじって聴いていただきたいと思います、それではよろしくお願いします、お願いします、はい、ってことでですね、フリーズさんが来てくださったということで、もっともっと手を挙げて盛り上がってってください、イエーイ、もっともっと盛り上がれますか、イエーイ、時の涙のみなっても通用するわけもなく、未知なる世界の狭間に立つ今、無駄に食い付く決めた時間をただ変えたかった、僕らはその苦の呪縛に変えてやるの、
流されて自分を見失いそうになる誰よりひどいことあるんだろう頑張らず避けてみろよ下手に気が乗ってる時間の生まないその先に待って僕を見据えて生きてく姿で喜び探しへ初生後ろのねバンドどうですか皆さんどうですか、 ですかみんなもみんなもどうみんなもどう楽しい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 よかったよかったどうみんなあーありがとう次の曲はですね神様セカンド8曲目になります新曲を披露させていただきます。めっちゃ可愛い曲やね。そう、そうね。かわいい曲、かわいい曲かな。かわいい。かわいい。かわいい。結構頭につく曲かなって、ちょっと思ってますけど。もっともっとみんな盛り上がっていきますか？イエーイ。手上げて、もっともっと盛り上がっていきますか？イエーイ。いける？まだまだ、まだまだ声出す、まだまだ声出せんけ、ごめん。ちょっと手上げてほしい。まだまだ手上げていきますか？ゆっくり見てみろよ
間をありがとうございました。ありがとうございます。大丈夫ですか？あ、マイク。大丈夫です。すみません、業務的なことを。最高です。ありがとうございました。ありがとうございました。また呼んでくださいね。いくらいつでもお金払うから。お願いします。それでは最後の曲を聴いてください。レイティGo, go!
ありがとうございます。最後に神様セカンドから告知をさせてください。私たち実は4月10日にワンマンライブが決定し、ここビートステーションさんにて決定しています。イエーイ。今日は物販のことなんですけど、さっきバンドさんもコラボしていただいて、楽器を持ったメンバーのソロチェキもありますので、もしライブの情報だったり、その私たちに少しでも興味を持ってもらえたら、物販に遊びに来てください。以上、私たち神様セカンドでした。ありがとうございました。
話さずも語り合える人で、どこか限り交わったあの時の何かいて、いて、当たり前を当たり前に肝に銘じて生きてきたはずなのに、というわけでですね、今月フォークリフトの免許を取ったという
ちょっと皆さんからしたらどうでもいい話なんだけど、ソロプロジェクトトライバルレッドという屋号で歌を歌わせていただいております。どうぞよろしく。今日は2020年12月31日大晦日エモい夜へようこそ。OK。 今日はね、大晦日だというのに、まあ、実家に帰らなきゃいけない中、わざわざこうやって集まってくれたみんな本当にありがとう。今日は最高の一年の締めくくりにしたいんで、そこのところよろしく。それじゃあね、次の曲いきたいと思うんだけど、あ、落ちたのは金銭でね、もうどうせ捕まえないですよ今日。まあ次の曲、まあ、今月、まあ、みんなちょっと雑な切り方をしたちっちゃいなんか QR コードが書いとったです。あれもらったと思うわってんね、まあ、ぜひ次歌う曲なんで、まあ、12月に公の場に出させていただいたんですけど、まあ、俺にとっての2000しゃしかねえこれ俺にとっての2020年っていうのが、まあ、どんな年だったかって言ったら、まあ、みんな興味ないかもしれんけど、まあ、この曲を聴いたら大体わかると思うんで、まあ、心を込めて歌わせてもらいますんで、温かく見守ってください。それじゃあ聴いてください。Never End My Youth。
おかんが言うにはじゃないんだけど、おかんがから昨日電話がかかってきて、正月どげんするって俺が話しよって、その会話の中でね、うちの、まあ、俺あの一人暮らししてんだけど、おかんの職場で出ちゃいけないものが出てしまったんですよ。なんで、まあ、みんなちょっと気をつけてくださいね。もう何のことか分かったと思うけどね、まあ、余談はさておき、ちょっと次の曲をやりたいと思うんだけど、今年ね本当に、まあ、イレギュラーだらけで、あれもダメこれもダメで本当に辛い1年だったんだけど、まあ、なんつったらいいかな、終わりよければ全ていいということで、俺も最後に結構いろんな、ここ1ヶ月間ですごい嬉しいこともたくさん味わった身分なんだよね。で、まあ、そうやって最後に歓喜を迎えたものとか、終わりを美しく飾る人間へ向けた曲があるんで、聴いてほしいと思います。センターロード。Stop!
んならね、次が最後の曲となるんですが、まあみんな早く帰って紅白見たいやろうけど、まあ、ささっと済ませてね、俺上がるけど、今年本当に1年間、まあ、さっきも言ったけどいろんなことがあったけど、まあ、こうやってみんなの前で歌を歌えるのもやっぱ日々頑張ってきた甲斐があるなと、まあ、仕事も結構きつい、朝早いし夜は遅いし、その中でも頑張ってきてよかったなと。そしてやっぱりこういう状況の中でもライブを主催してくれるビートステーションの方たちのおかげで俺たちはこうやってステージに立つことができます。本当にありがとうございます。で、まあ、YouTube を見てる人もこの中で結構いると思うけど、まあ、昨日告知しとったけんね、1年間こうやって俺が歌えるような雰囲気をかけて支えてくれたり後押しをしてくれたりしてくれるみんな、本当1年間ありがとうございました。また来年も楽しい1年にできたらと思います。じゃあその思いを込めて最後にこの曲を歌いたいと思います。聴いてください。栄光共同共進進軍、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、もう一回最後の曲聴いてください。栄光共同進軍歌二丁唱、今日はありがとう。歴史の中だからうまくいかないこともあるさ、そんな時でも見捨てはしない、共に生きること決めたから、夏の夜空に光る涙、その想い僕らに伝わるよ、決して無駄にはしたくない、だから声をかみんなと心通じ合えば、どんな壁でもきっと越えられるはずだから、いつか苦しい日々を笑える日が来るから、今はじっとこらえてやるべきこと、届けに来ました。あの時こうしていたなら、もう戻れない過去、戻りたくなる日もあるけど、そんな暇なんてないから、あ、目の前の時間
かこの苦しい日々を笑える日が来るから、今はじっと捉えてやるべきことを、そしてその瞬間が来たら、あの夜の涙を、
Rise of Azair, contemporary youth. にお越しいただき、誠にありがとうございます。ここで迷子のお知らせをしたいところではありますが、ブリーズ自体が音楽的に迷子でございます。そんなブリーズがこれから一生懸命演奏いたします。最後までゆっくりとお楽しみいただけると幸いです。それでは登場してください。
こんばんは、私たちオールブラックフリーズです。クロエル担当のヤスさんです。クロエル担当カズです。クロエル担当吉高です。クロエル担当ユキヤです。クロエル担当コウキです。みんな真っ黒やないか。オールブラックフリーズです。はい、ありがとうございます。結果ね、慣れてないことはやらない方がいいということでね、やめといたらよかったですね。真っ黒黒すけですね、僕らね。そう、黒いっすね、本当に。今日は久々の、ビートステーションさん、大晦日にね、こんな大きいところでできるとは本当に嬉しい限りでございますね、本当に。そんな中ね、今日はいろんなアイドルさんとね、できるということで。そうですね、もう初めての体験で、はい、すごく。そうですね、確かに刺激受けますね、刺激ですね。あんな目の前でいい匂いされて踊られたら、本当、うん、困りますよ。間違いない、もうパパ活しよる場合じゃないけどね、本当に。本当そうです、あれ本当はやってないですからね、すみませんね、ファンの皆さん、はい、結構勝ち目に思われたらちょっと僕で、ね、怖いですね、怖い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 、ね、ということで、フリーズ年間通していろいろライブをやっておりますけども、今日はまあいろんな企画も設けようと思ったんですけどね、まあ、結果的にちょっとやめちゃうっていう感じになっちゃったので申し訳ないですけどね、次の曲どんどん行きたいと思います。そして、久々にね、結構ね、お客さん の年齢層もまちまちなので平成の曲をね、1曲やろうと思うんですが、平成の曲、あ、すみません、スタッフさんちょっといいですか。あ、コピーって大丈夫ですか。大丈夫ですか。はい、そしたら、平成の名曲を1曲やりますので、分かる方はみなり手振りでよろしくお願いします。そしたらね、川村なんとかさんがこういう感じでやってますからね、それ一緒にやっていきましょう。いきますよ。ネクストね、はい、よくわかんないですよね、いきなりね。多分お客さんわかんないと思います。ヤスさんも、ね、めっちゃドッキリはめられてるんですよ最近。そうなんです、僕らドッキリにはめられて今こうして
この方にね、ずっとこのボーカルに好き勝手やられてきたんです。僕たちはこの場を借りて、あれやれこれやれね、でライブに行ったらね、知らないことやらされで、もうブラック企業ですよ。もう年末に この人が本当にしちゃかちゃやったから、もうやり返してやろうと思って、そうでこの場を借りて、そうです、本当はロージャーを弾くつもりだったんです。でもやめて、セットリストにない曲をやっちゃえと、ボーカルに知らせずに。じゃあどうするんだろうと思って、もうね、変な汗が変えてほしければいいかなと思って今日はねやらせていただきました。すいません、このままお借りして、ただやり返しがしたかっただけなんで。どうですか安さん、この気持ち。どうですかこの気持ち。素晴らしい。バカ野郎が違うな。マジで本当にしんどいね、これ。ドッキリって結構きつい。俺もうみんな間違えたかと思った、本当に。マジでもう間違えたかと思った。ひどいと思った。いやもう、もう来年から休みなしで行こうかな。いいご飯食べれそうですわ、うん、あのね、僕の知ってる事務所でね、あのレディプロモーションさんっているんですよ。もうそこに入ってもらって、もう年中ライブしてもらいます。休みなし。レディプロさんきついっすよ、多分。レディプロさん多分きつい。きついっすよ、多分。あのボス今日大阪行って帰ったら寝込んどるらしいんでね。ボス、そうなんですか。ゴッド後藤っていう方がいるんですよ。ゴッド後藤って、僕もあんま知らないんですけど、どうやら寝込んどるらしくて。本当は会って話したかったんですけどね。会いたかったですね、今日。もう一気に冷めたわ、もう。なんかバカ。ありがとう、うん、誕生日のお祝いみたい。ということで、今日乗り倒して1曲やります。いきますよ、ネクソI'm not afraid to die.
しや自分さえも戻ってきました。フリーズでございます。すいませんね、なんか序盤下ったような感じでこのね、はめられちゃったんで、すごいです。ドッキリかけられたことある人います？今まで人生の中で。あ、ほぼ全員ありがとうございます
もうみんなドッキリ、もう騙し合いの宝庫ですよ。誰も手挙げてなかったっすよ。誰も手挙げてなかったっすよ。まあね、あの見えるようになるけど、そのうち。ああ、俺がまだ未熟だったってことですか。そう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 。結構もうみんな見えるし、みんな見える、うん、みんな見える。え、本当はセットリン組んどったのに自分が覚えてなかっただけやないと。それ俺らのせいにされてもさ、困るよね。本当怖い。おう、喧嘩しようぜ、年末に。言った言ってないで喧嘩しようぜ。大暴れじゃん、大暴れじゃん。大暴れしようぜ。言った言ってないでね。言ってないロス、うん、あ、言って言ってないで喧嘩したことありま、あ、ほぼ全員ですね。ありがとうございます。ほぼ全員。人間やけんあるよ、え人間やけんね、俺たちは。俺たちは人間やけんね、俺たちは。そうですね。うん、人間なんでね、僕らも。ちょっとすいません。ということで、フリーズ、ツイッターとか SNS で見かけた方もいらっしゃると思いますけども。まあ、こんな感じで、わしゃわしゃとやっております、今年もいい年になったと思います。まあ、コロナウイルスの影響で、まあ、いろんなこういうね、椅子だったり、まあ、ソーシャルディスタンスがあったりとかね、非常に、音楽業界も、まあ、僕らもイベントなんかやっててやりにくい状況が多々続いていたのでね、来年こそは、ね、もっと強い病気になればいいなと思いますね。強い、そんな不謹慎なことあります。やめてください、やめてください、本当にやめてください。強い病気っていうのは、まあ、僕らのことですよ。やめろやめろ、はい、僕ら先天性の病気なんで、行かれたね、うん、もう末期になりましょう、はい、もう滑ってしまうだけ、もうこれもいい薬になりますよ、僕の中では。え、そんなこんなで、次の曲もね、やっちゃいましょうか。フリーズもそろそろ吐ける時間。ちょちょちょい、はい、もうなんかさ、男臭いよ今日。何、え、男臭い、お客さんが失礼だよ。いや違うよ、この何このさ、5人もさ、男がいい年こいた男がよ、はい、何、2020年最後の締めくくりというものにさ、はい、なんで男だけでこんな汗まみれになりながらライブしようの。俺女の子とやりたいわ。まあ年末年始こういう感じでやってるんでね、また来年あの次の曲。いやいやいや、2020年はもう今というこの週間しかないですよ。もう終わっちゃうんですよ、あとちょっとで。俺こんなんじゃ年越せんわ今日。越せない、越せん。じゃあ来年は越せるように頑張る。いやいやいや、越せんって。そういえばさ、はい、俺そういえばさ、最近さ、はい、Tinder やるよ、Tinder。え、Tinder、 うん、Funder じゃないよ、Tinder。 Tinder で神様と知り合ったよ、なんかTinder で神様、うん、自称神様と知り合ったよ。自称神様、そうそうそう、あ、名前だ、あ、名前だわ、仏様やね、ごめんね、そうそうそう、うん、あ、それは仏教やっちゃうわでなんかね、神様がね、アイドルやりようみたいなことを言いよったんよ。神様がアイドルなんかするわけないよ。コラボせん、ワンちゃん。いや、いや無理無理、もう本当にやめよう、そういうのは。呼んでいい、もう無理無理。あ、次の曲、そしたらですね、いや、ちょっと待って、呼びたい呼びたい、女の子とやりたい、お願いお願いお願 い, お願い、本当に女の子と最後やらせて一緒に。いや無理でしょ、神様なんか来るわけないでしょ。だちょっと電話するけん、電話するけん。電話、いやいやいや、もう来ない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 、絶対来ませんよ、そんなバカみたいなこと。じゃあちょっと電話しますね。電話、誰に電話するんですか。神様ですか。え、神様ですか。あ、そうです、そうです。すみません、あの60分コースの神様コースっていけます。あ、今日はおいくらで。1万5000円。ちょっと待って、ちょっと待って、はいはいはい、ちょっと待って、3万とか。あ、3万、神様、すみません、リアルすぎる数字がなんかいろいろと。60分とか3万円とか。あ、オプション。え、神様双子コースでいいですか。ならえ、なんか神様双子コース、カプリコース、今日行けますよ。え、神様双子コース。あ、神様双子コース、はい、今日は空いてます。あ、マジで。じゃあ今からちょっとあの夜勤のビートステーションのとこに。はい、いいかな、ちょっと双子の方の片方がちょっと。あ、じゃあ、あのとりあえずさ、ピザ2枚持ってきて。え、ピザ2枚。あー、なんか1万5000円の方で約束が入っとって。あ、いや、じゃあ3万払う。3万。あ、3万。3万払う。じゃあ行きます。じゃあ双子コースで、オプションは何があるか。オプションは歌の方やったら2500円。安いな。じゃあもうそれでお願いします。いきなりクッと下がってきた、うん、お願いします。桁が全然違う。桁が。じゃあすぐ来てね。あ、はい、はい、じゃあね。無理でしょ、神様なんか来ないですよ。何を言ってるんですか、本当に。神様信じないですからね、僕は。僕キリストなんで。あ、この あ、本当に来た。あ、来た来た。お疲れお疲れ。 お疲れ様です。お疲れ様です。これはちょっとどちらさん。神様です。神様、双子です。今日なんか3万円で、3万円で神放題、はい、神放題です。祈り放題、時間無制限神放題、祈り続けられるという。そうですね、永遠に祈りましょう。まあ2020年ね、やっぱ縁起がいい年に次の年もしたいんで、うん、そうですね。大吉よ、明日これで。大吉、うん、明日おみくじ引いたら大吉出るよ。大吉が出る。いやいや、ちょっと何を
そんなアイドルやりよんかね、はい、君たち。あ、そうです。あ、じゃあさ、一緒に踊ったらいいやん。踊る、うん、何をですか。え、踊るってダンスしかなくない。いやいや、それはちょっと踊れるやろ。フリーズのボーカルって何でもするって言ったやん。いやいや、ちょっと本当にもうドッキリみたいな勘弁してもらって。踊れるけで、踊れるかな。いやいやいや、知らん、本当に知らん、本当に知らん。踊ってね。いやいや、無理無理無理。踊れるよね、踊ってくださいね。踊れるよね。爺様に振り込んどきますね。爺様に。
じゃあまだ帰っちゃダメよ。お前に帰ってくれたらまだ楽しませんか、俺ら。こっちはお金払うとんねん、俺ら。うんだらこっちはこっちはこっちは。はい、ということで、ツイッター通り、今日はね、神様と一緒にコラボでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。そして、あの、一つ宣伝があって、この今日着てる T シャツなんですけども、フリーズの物販からちょっと差し上げておりまして、同じものが売っておりますので、まあ、ぜひよければね、こんなもう着てるものを売りましょうか。自分で言って笑うのやめてください。買うかもしれんぞ俺は。まあ着ている同じものが、置いているので、ぜひ、かっこいいなって思われた方はね、物販の方へお急ぎしてくれたら助かります。フリーズも経済的にね、ものすごく不安定なんで。すみません、あの、何を話されてるんですか、さっきから。ちょっといいですか、ちょっと気づいちゃったんですよね。あ、いいですよ。やっさん、今お召しになられてる服、表裏逆じゃないですか。本当だ。それドッキリですか。ドッキリですか。やっさん、それドッキリですか。ちょっと待って。俺ね、本当に今日はぐだりたくなかった MC で、本当にカッコつけて帰る。もうメンバーも上で見ているんですけども、ね、ゴッド後藤さんも今日来てるか分かんないですけども、はい、本当にぐだりたかった。正木さん、すみませんでした、今日は。ありがとうございます。そして、あと今日はですね、神様物販の方で、チェキを販売しておるんですね。バンドの、楽器を、持った限定品になっておるらしいので、ね、あ、宣伝してください、大丈夫ですよ。楽器を持ってチェック。吉本みたいな。あ、違う。台本がなかったから。違う。もう一回お願いします。もう一回、もう一回。はい、頑張ります。チェキ、楽器を持ったチェキを神様セカンドメンバー全員物販でございます。それがどうした。それがどうした。売ってるんですね、物販ね、チェキが売っておりますので、ね、ぜひご購入の方を検討していただきたいと思います。そしては、それでは神様セカンドの、精鋭たちでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さあ、男でやるか。ああ、マイク持つでも重たくなってきたもん。というわけで、今日は、レディブロさんにちょっとお願いをして、神様セカンドさんとね、一緒にコラボができればいいななんつってね、ツイッターなんかで広告してましたけども、まあなんせこの、楽しみがない状況でしたね、2020年は特に。いろいろな流行り病で、あれがダメ、これがダメ、あれはいい、これはいい。で、政府の方もね、まあいろいろちゃんとやってくれてると思いますけども、そう、今日ライブ配信なんでね、そう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 。まあ何分こう、その中でも、あの、制限かけられる中でもですね、楽しみはいろいろ世の中転がっておりますので、家にいて今までできなかったことをやるとかですね、新しい趣味を見つけるとか、あとは何でしょうね、まあちょっとお金がかかりますけども、こんなことをやりましたとかね、結局そう1年間通してトータルで見て、いろいろやったこと、できたこと、できなかったこと、まあ、何かしらまた来年、このコロナが収まる時にですね、ああれ楽しかったけどもう一回やってみようなんつって、やるのもとても僕はいいと思います。ダンスもいろいろちょっと振り付け練習したんですけども、まあ、アイドルさんもいろいろこの練習もライブも、こんな制限のある中で一生懸命頑張ってやられてるなと私は感じましたね。さっきもあのギターでバックバンドなんかもやらせてもらったんですけども、まあみんなそれぞれがそれぞれの立ち位置で、練習をしたり、生きがいを持ってこういう目標があるからやっちゃおうっつって、やってきて、結果まあ、楽しかったねで終わるような年になれたと、私らのバンドはそう思っております。
アイドルのファンの方もですね、今日多分多いと思いますけども、この子を推し続けて一緒にずっと応援してよかったなって思える日がきっとね、いつか僕は来ると思います。その自分の趣味とか生きがいっていうのはもう誰に何を言われても僕はどうでもいいと思います。もう一生懸命自分が好きなことをバーンと推し続けるべきだと僕は思います。やめたらもうそれでゼロなんで、バンドも一緒です。もうやめたら全部ゼロなんで、もう絶対にやめないように何があってもと僕は自分の好きなことに言い聞かしながら、生きてきたわけであります。来年もバンドに音楽にアイドルさんに、一生懸命お客さんが楽しかったよって言ってくれることがもう最高の一言なんで、僕らただそれだけのためにやっているようなもんなので、まあ、好きが一番あるんですけどね。そんな感じで来年も、皆様いい年になれるよう心から願っております。フリーズでした。それでは最後に、聴いてください、突発的衝動という曲です。当てにならない五感と疑いと、あいつのせいとだけ言って朝が来る。当たる試しもない根拠のない自信を誓って繰り返す。あの痛みはすでに消えていて、新しい光求めてまた繰り返して、今年一年音楽に携わってくれた人、本当にどうもありがとう。Thank you.
ズでした。Thank you so much。
マイスターというバンドです。はじめまして、大晦日のステージですね、バンドうちが最後になるんでですね、今年の最後ビートステーションのさんのですね最後を飾らせていただきます。短い時間ですけどすみません、最後までよろしくお付き合いお願いします。ああ次の曲です。オーペースを杉が歌います。ホワイトアウト。
Thank you.
最初可愛いアイドルさんから始まってだんだんいかついおじさんになってきたんでですねすいませんね、もうちょっとなんでこの後物販なんかただしかあるはずなんでですね、早く楽しみにされてる方多いかと思いますけど、もうしばらくお付き合いよろしくお願いします。次の曲はそうですね、バラードです。ノースウィンドという曲です。聴いてください。願望。
ありがとうございます。そうですね、マイスターというバンドでした。次の曲が最後になります。まあ、来年ね、まだライブの予定なんか決まってないんですけれど、どこかでですね、またそのマイスターという名前見つけて、もし気に入ってくださったらぜひまた見に来てください。よろしくお願いします。では、最後の曲サバイブ。Thank you.
ママスターです。さあ